皆さんこんにちは。陸上自衛隊第一音楽隊です。私たちは練馬区にあります練馬駐屯地から参りました。今年の春は寒暖の差が随分ありましたが、気がつけばアジサイがきれいに咲き、6月に入りました。昨日関東でも梅雨入りが発表されましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて本日のランチタイムコンサート、皆さんにおなじみの曲をいろいろと用意してまいりました。お昼休みのひととき、お時間の許す限りごゆっくりお楽しみください。申し遅れましたが、この演奏会の司会を務めます東郷美樹3等陸曹です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは演奏に入りましょう。1曲目にお送りいたしますのは、運動会などで一度は聞いたことがあると思います。アメリカのマーチ王ジョン・フィリップ・スーザ作曲雷神。指揮は陸上自衛隊第一音楽隊隊長小川博秀一等陸尉です。しました。次は現在放送中の NHK 大河ドラマ「セゴドン」のオープニングテーマ曲をお送りします。 NHK 大河ドラマの第57作目となるこのドラマは、今年2018年が明治維新から150年にあたることから、明治維新の立役者である西郷隆盛が題材となりました。西郷隆盛といえば、東京の上野や鹿児島各地に建てられた銅像を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。あの堂々としたいでたち、そして威厳に満ちた表情は、一度目にすると深く印象に残る人物だと思います。これからお送りいたします曲は、そんなはつらつとした西郷隆盛の人柄や、
鹿児島の豊かな自然をイメージしたものです。それではお送りします。大河ドラマ瀬古丼よりオープニングテーマ曲。瀬古丼のオープニングテーマ曲をお送りしました。次は隊員の歌をお送りします。曲はアメイジンググレイスです。この曲はもともとイギリスの牧師ジョン・ニュートンによって作詞された賛美歌です。古くからある賛美歌のため作曲者は分かっておらず、いくつかの民謡を掛け合わせて作られたのではとも言われています。作詞をしたジョン・ニュートンは幼くして母親を亡くし、成長してからは父親と共に船乗りとして働いていましたが、その仕事の内容は決して胸を張れるいいものではありませんでした。彼は病気を理由に船を降りることになりましたが、懺悔の気持ちから勉学と多額の献金を重ね、その後は牧師の道を選びました。この曲の歌詞はそんな彼の懺悔の気持ちと、それにもかかわらず許してくれた神の愛に対する感謝の気持ちを表したものです。誰もが知っているとても美しい旋律に乗せられた強い思いが込められた歌詞。この歌詞の意味を知るとまた違った雰囲気に聞こえてくると思います。それではお送りします。アメイジンググレイス。
ありがとうございました。歌を歌いましたのは第一音楽隊の元気印、元気の秘訣はよく食べ、よく寝て、よく笑うこと、森本しおりさんとお力走でした。ありがとうございました。さて次は昭和を代表する歌姫、美空ひばりさんのヒット曲をメドレーにしてお送りします。1946年に若干9歳でデビューしたひばりさんは、歌や映画を通じて終戦直後の日本を癒し希望を与えました。惜しくも52歳という若さでこの世を去ってしまいましたが、現在も毎年特別番組が組まれたり、多くのアーティストがカバーしたりと、世間の話題から消えることはありません。これからお送りいたします曲は、美空ひばりさんが歌って大ヒットした名曲の中から、愛さんさん、りんご追い分け、お祭りマンボ、川の流れのようにの4曲をメドレーにしたものです。ありし日のひばりさんを思い浮かべながらお聴きください。それではお送りします。題してジャパニーズグラフィティ美空ひばりメドレー。Thank you.
ありがとうございました。美空ひばりメドレーをお送りしました。さて次の曲が本日のコンサート最後の曲になりました。最後はミュージカルライオンキングで使われている曲をメドレーにしてお送りいたします。今年このミュージカルは日本での公演20周年を迎えたということで、テレビなどで目にすることが多いと思います。ライオンキングはもともと1994年に公開されたディズニー映画で、映画史上最も観客動員数が多いアニメ映画です。さらに DVD、ブルーレイなどのセルビデオやサウンドトラックの売り上げも世界一を記録しております。そんな大ヒット映画を元にしたミュージカルライオンキングはアニメ映画同様、現在でも大変人気があり、その人気が衰えることはありません。また全国各地で公演が行われておりますが、とあるワンシーンでは地域によってその地域の方言を使って演じているようです。そんな細やかな気遣いがミュージカルの人気が衰えない理由の一つなのではないでしょうか。本日はライオンキングのミュージカルの雰囲気を少しでも感じていただけるように、物語の流れに合わせた曲を4曲メドレーにしてお送りします。プログラム最後の曲です。ライオンキングメドレー。
ただいてもよろしいでしょうか。西城秀樹さんの代表曲ヤングマン、私たちの演奏最後までお聴きいただきましてありがとうございました。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。